ラメイです。ナンシーさんこんばんは。ヘイチさんやっほー。ごめん、めっちゃ人に歯磨いてる。セミさんこんばんは。なんで歯磨いてから始めんかったんやろ。ちょっと疑問点。シャカシャカ。歯磨きかと思ったらやっぱり歯磨きだった。歯磨きでした。寒い？まだ外出てないのよ。ちょっと今日寒いのか、暖かい格好してこうと。ちょっと明日の朝がどちゃくちゃに早くて、帰ってから発信しようかなと思ったんだけど、帰ってからって私寝れないなと思って、なので急遽ですが今やることにしました。すごく急遽。セミちゃんこんばんざい。ミオちゃんや花田ちゃん、将軍さん、今日も倒しに来た。こんばんは。お、倒してみろ。水の音はそういうことです。豊勝さんお久しぶりです。こんばんざい。あいまるこんばんは。めいちゃんこんばんは。ビダマさんこんばんざい。こんばんざい、ありがとうございます。そう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 、なんだっけ、貴船、あの読めないのよ私の漢字。なんだっけ、貴船だって言って、ずっと読めない、難しすぎて。あーあーあー、定規がねえねえ、この年になってこんなにしっかりした筆箱持つようになると思わなかった。あ、そう、引き船の前にお仕事があります。もうね、そんな日々が普通になってきましたね。そう、引き船さんでのライブの前にライブがないです。ライブはないですね、お仕事があります。実は今日のマイク表安原担当やったんですよ。マジやばかった何がとは言わんけどマジでやばい。今日のマイク表大丈夫かな、不安になるレベル。よいしょ。これは果たしてちゃんと作れたんだろうか。今日は不安になるマイク表です。持ってこ。あっくんこんばんち。こんばんち。のりたんこんばんは。こんばんは。引き船は一本で行けるか行きたいけど、バイト休めない。バイト休めない。バイトお疲れ様やで。ドラマは撮り終わりました。あれね、本当に早起きだった。ドラマも、しかもなんかドラマの日だいたいライブとかがあるんですよね。だからもう最近はお仕事が一つだけじゃないことが多いので、ありがたいことですけどね、お仕事が一つで終わることが少ないので、なんか新鮮ではあるけどもって感じ。そして今日の衣装の確認を今する。ね、衣装不安すぎて何回も確認しちゃうわ。今日はマジで本当にマジで私は今日絶対にスイカを忘れない。これだけはもう絶対マスト。今財布と一緒に置いたから。明日5時前やば。ドラマはねほんと撮り終わってます。もうリリーベ間に合わんくなる。またあとでね、あとでね。昨年のコミケの時にチェキ取ったけど覚えてる？あ、ドリーさん、あの時の。お久しぶりです。ありがとう来てくれて。ケモタンスコ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 ティッシュホールド。足軽ジャパンライブまでずっとバイト。アジガジャパンライブ終わった後もバイトだからずっと行けない。大丈夫、気持ちで来れるよ。気持ちで生きてこう。
気持ちで生きていけるのかは分からんけど。これは失敗したな私。カバンへの入れ方を失敗している人たち。よいしょ。荷物が少ないタイプですが、今日は少なくいけるかな。ライブ行ける人いいな。介護職やからずっと東京に行けてない。いやもうなんかコロナが始まってからなんかもう関係なくもう普通に来れないよって方が多くて寂しいね。年賀状楽しみにしててね。気持ちで生きていけるほどのメンタル持ち合わせてなかった。ちょっとそれは分かりみが深い。吉原もそんなメンタルあんまないから。実はみーちゃんメンタル強いでしょってよく言われるけど、意外とそうでもないっていうね。そして薬の音を盛大に鳴らしていくスタイル。よいしょ。お薬飲めたね。バイト行ってらっしゃい。頑張って。その前に29あるよ。そうだよ、チェキ見て思い出している日々。でもそう思うとさ、チェキでこう楽しかった思い出とかを振り返ってもらえるっていうのはすごい嬉しいことだなって私は思います。すごく熱っ。熱い。頑張るわよ。今日は明日は引き船さんですよ。皆さん待ってるわよ。今日寒そう。寒いんかな。やだな。よいしょ。これを着ていく。そしてよし、完璧だ。完璧かな。完璧だといいけど。土日仕事勢なんでなかなか行けないわね。土日仕事はね大変だよね。また会えた時待ってるね。ぜひぜひ声かけて。カッタマスクどこやったんだろう。マスク買ったんだけどない。どっか行っちゃった。よし、コロナに気をつけてライブ頑張ります。ありがとう。頑張るわ。急に映像にする人。
今日はまだアイメイクが完成してません。目ん玉が今日はまだアイラインを引いてないので何もしてない。ウレタンマスクかわいい、ありがとう横にしたかったんだけど横にできなかったね。あ、ロングだよ、ちゃんとここに髪の毛いますまだちゃんとロングです。髪の毛ロングだよ。黒髪になりました。今日のお顔はこちらって言ってもちゃんとしてないけどちゃんととはって感じだけどね。ちょっと今日はまだお顔ができてないので今日のマイク表のメモを銀行のお金入れる袋に書いたからすごいことになっているうちのね、二重幅が変なんですよね、今日。お顔です。横にするのを忘れてて、画面を。石川県は茶屋街が最高でした。え、茶屋街めちゃめちゃいいよね。髪の毛はまだできてない。兼六園行ってよん。兼六園いいとこ、めちゃめちゃ超いいところです。パスも持った。あ、持った持った、ちゃんと入れた入れた入れた。100点満点です、これで。わからんけど持ちました本当にすぐ忘れちゃうから、すぐ忘れるしすぐなくすしで、もう大変本当になくしすぎやでって言われたらもう何も反論できんもん。その通りって感じすぐなくすって思って、めちゃめちゃすぐ置いてっちゃう。お家に金沢駅の鼓もバスの中からしか見えなかった。もうほうなんや。金沢駅降りたらすぐなんだけどね。次はぜひ降りて散策してみてください。駅周りも、駅周りめちゃめちゃいい感じよ。いい感じいい感じ。パフィパフィ。あ、ちゃんとゴムもつけてます。これは私の精神安定剤なんちって。僕つけてるつけないかで結構そわそわしちゃうからいつもつけてるけど、ライブの時は外してるよん、ちゃんと。今日瀬戸利がやばいんですよ、めちゃめちゃ。だからヴィレッジヴァンガード渋谷本店さんで20時からお待ちしてます。そんで明日の引き船のライブもお待ちしてますので、ぜひ来てください。かわいいわね、ありがとう。セミタンキュンキュン、セミセミセミターン、パフぜひ待ってるよの回。ビレバン頑張ります。すごい楽しみ、ワク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 みんなが楽しみにしてくれてたら嬉しいなって思っちゃう。渋谷今日夜できたらやるね、配信。夜ご飯食べながらとかでもよかったら頑張ります。仕事終わったから渋谷に向かう。待ってる待ってる。今日はやばいよ、瀬戸利。めいちゃん牛さんもうずっと息できないと思う。今週は珍しく金沢駅で対バンのアイドルライブだよ。めいちゃん来ないの？石川県に帰りたいマジで帰れてないからね、ほんとずっと帰ってないからマジで帰んないと。何食べる？サラダさすがに時間的にサラダかな、食べるとしたら。食べるかもわかんないけど、お金持ってんのかな。あ、ありますね。お金あるかの確認、配信中にすんなって話ですよね。お金あるか心配になっちゃったありました、よかったです。無印良品のスープ、あ、麺も好き。ミネストローネが好きで袋で買ってます。袋買い。いや本当にね、皆さんにはいろんなことをねお願いしてますが、
財布持ち忘れない。いや本当それな。あとイヤホン、これは結構重要私の中で。いやイヤホンがないとマジ生きていけないから。生きていけるよって思うじゃん。生きていけないんだよ。どうなってんだこの髪の毛、こうか、どうなってんだとか言ってどうなってんだ。ぜひお待ちしておる。ルル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 ルリリーベは今日でラストだから来た方がいいよ。終わります、そろそろ行かなきゃ。私もリリーベに向かうのである。マスクピンクだね。そう今つけてるけど変えようかなって思いながら今マスクつけて喋ってる。行ってきますね。また明日はいつ配信になるかわかんないし、今日もしかしたらするかもしらんし、しないかもしらんけど、かぼちゃん後で会えるの楽しみにしてるね。いってらっしゃい、行ってきます。ということで、じゃあメイ15分やってない、まだやったか、出た上に15分だよって。え、出てないんじゃね、わかんないや。いや、転ばんように気をつけます。これを切る。今日はあったかいのを着ます。もっこっこ、あ、やば、今日の服バレちゃった。15分のテロップ出た？ありがとう、みんな教えてくれて優しい。生きていけるわこの優しさで。じゃあそろそろ、じゃあ今日のスクショは2WP2ダブルピースメガネメイちゃんでした。ちょっと夜やれるかわかんないし、やらないと思うんだけど、まあちょっと気分的にテンションがフィーってなってたらやりますね。ということで今からビレッジヴァンガード渋谷店さんに行ってきます。以上、伊沢原メイでした。バイバイ、後ほどバイバイ、行ってきます。キュンです。バイバイ。